皆さんこんにちは、渡辺です。最近このね、解き方のハサミの施術を、まあ、SNS、まあ、YouTube だったりとか、あとは Instagram だったりとか、まあ、そういったところで結構ね、使って、ご紹介してるんですけれども、結構かなり反響が大きいので、今日はね、これの、どういった機能があるかだったりとか、どういった効果があるかっていうことを、ちょっと深掘りしてご紹介していきたいと思います。じゃあまずね、これもう切れないハサミです。もう刃が1本ないので、もうこれだけなんですけれども、で、これってまあ何をするかというと、簡単に言うと生え癖を直したりとか、あとは癖をちょっとね抑えてみたりで、ボリュームアップしたりボリュームダウンしたりとか、あと分け目を隠したりとか、そういった効果があります。でですね、でこれをこの、まあ、ギザギザ鳴ってる方じゃなくて、こっち側のね、ツルツルしてる方でこう頭皮をね、こう擦ってあげたりとかをしていくと、まあ、シャンプーとかで取りきれない油分だったりとかをこっちの摩擦でこのハサミの方につけていきます。で、まあ、髪の毛の絡まりだったりとかもこれでちょっとね溶かしていく。普通にね、櫛とかブラシとかで溶いても溶けない部分があったりとかするんですよね。でそれを溶かしてくれたりとかをして、まあ、髪の毛のね、まあ、本来の位置だったりとか、例えば分け目がばっかりとか分かりやすかったりとかするところをこれで除去していくよっていうような感じです。これの効果自体はだいたい人によって様々なんですけれども、1週間から3週間ぐらい効果が長持ちすると言われています。なので、僕お客様にはカットして、まあ、カラーとかしてね、月1回来られる方だったりとかは、まあ、同じようにね、これを一緒にやっていくと大体ね、長くて3週間くらい持ちます。だからそのコンディションによるらしいですけど、その方ので、大体ね、今回結構思ったよだったりとか結構言われるので、まあそんな感じでね、同時施術で今行っております。で、今回ね、SNS で、流したやつが結構ね反響良かったんで、同じようにちょっと流していこうかなと思うんですけど、こんな感じで結構ね、前髪の割れですね、パッカリと割れてしまう。もう乾かし方間違えたりとかしたりとかすると、もうこんな感じで全然なりやすかったりとか、もともとうまく乾かしたとしても、こんな感じで割れやすかったりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、でこれね、こうやってこすっていってるじゃないですか。こう分け目の向きをこう調節しながらこれでこすっていくっていう感じなんですけど、やっぱりね、徐々にやっていくと、根元がふんわりとかしてちょっと効果が出てきます。で、こんな感じでこすっていったらどうですか。こんな感じで収まるのかなり、ね、さっきもこう櫛で溶かしてもこうやって分かれてたと思うんですけど、こう溶かしたらもう元通りまっすぐ落ちてるって感じです。これ変に編集してるわけではなくて、実際にこうやって、お客様にお見せしてるので、皆さん体感してるので結構ねびっくりされてます。普段ねこう乾かしても分かれてしまう方がこうやって収まったりとかもするので、かなりね、喜んでいただいてるような施術になります。で、これ実際ね切ってるわけではないので、皆さん安心してください。めっちゃ短い毛が出てくるんじゃないのっていう風にね、言われる方も結構多いんですけど、一切切ってないので、もう本当に調節だけをしてる感じです。髪の毛自体にね、こう余分なものだったりとかを全部取り除くので、本当にねツヤが結構出たりとかします。これ実際ね、このメーカーさんのねサイトを見ていったら、出てくるんですけど、このハサミも2種類ぐらいあって、美髪と素髪っていう種類があります。美髪っていうやつは、ボリュームを抑えていく、だから癖だったりとか広がりやすい方をこれでこすったりとかすると櫛で溶かすだけで結構収まるよっていうのがあります。で、素髪っていうやつは逆にボリュームがペタッとする方に関してこすっていくとふんわりとボリュームが出る。で、これ実際に、やったら、体験したら分かると思うんですけど、本当にやりながらツヤが出てきて、で、ボリュームコントロールがしっかりと出てくれるので、カットの、技術プラスこの解き方をやっていくことによって、本当にねスタイルバランスが本当に綺麗になります。まあ、例えばストレートパーマ、まあ、もちろんやらないといけない方もいらっしゃると思うんですけれども、カットだけでなんとかしたいよだったりとか、
ていう方に関しては、この解き方の施術結構おすすめなので、ね、これをね取り入れてるサロンだったりとかもう結構多くあったりとかもするので、その地域によって、いろいろこう検索して探していただければなと思います。東京だったら僕ね、青山に今いるので、もしねこの施術気になる方だったりとか、髪の毛ちょっとやりたいなっていう方に関しては、DM だったりとかね、実際に僕のサイトからご連絡いただければなと思います。はい、ということで、こんな感じで今日は解き方のハサミについてご紹介していきました。結構ね、もう毎日サロンワークで僕これ結構使っているので、またご質問だったりとかも受け付けてますので、どしどし、ご連絡いただければなと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。